お疲れ様です、プロデューサーさん。そうでしょうか。私、後から見返して浮かれすぎてしまったんじゃないかと心配で。それはプロデューサーさんが用意してくれた衣装だからだと思います。それに私、プロデューサーさんのこと前から少しだけ不思議に思っていたんです。プロデューサーさんってどうしてこんなに女の子の気持ちがわかるのかしらって。だって今回の衣装もとっても素敵で、何度見てもため息が出てしまうくらい。いいえ、そんなこと。プロデューサーさんが作ってくださる衣装はやっぱり特別です。私、小さい頃は歌の発表会が大好きでした。普段と違う綺麗なお洋服が着られるのが嬉しくて、もちろんみんなの前で歌を歌えることも。でも今は私もっと嬉しいんです。プロデューサーさんからいただいた衣装に初めて袖を通した時の胸に広がったこの気持ち、私今度は絶対に忘れないと思います。いいえ、もう忘れられないと思います。よろしくお願いしますね。もう困ってしまいます。プロデューサーさんには私も知らなかった心の扉も開けられてしまってばかり、なんだかとっても恥ずかしいのに、でも同じくらい嬉しくて。これからもアイドルの私と一緒に歩いてくださいね、プロデューサーさん。Ha ha ha!